aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Pensez à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé, laissez vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. これにいたしましょう。さあ、皆さん、今日も修行を始めましょう。立派な善人になることが私たちの目標ですからね。ちょっとみのりち、私が大切に取っておいたプリン勝手に食べたでしょ。食べてないもん。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。嘘だ、今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。即売会の締め切りが迫っているのだ。うごーと魔王は雄たけびをあげた。うごー、やっぱりミノラッチ、セリフを言いながらじゃないと書けないの。登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。うごー、あの、皆さん、私の声は聞こえていますか？みのりも一緒に叫びたい！ぼー！みんな、いい加減にしなさい！ユミが困ってます！今すぐ静かにしないと、わしも怒りますよ！あ、っていうか、夜桜ちゃんもすでに怒ってるし、ほらみんな静かにしよう。はーい。ありがとうございます、夜桜さん。これでようやく修行を始めることができます。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに、いつも嫌な役目を夜桜さんにさせてしまって。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力になることがわしの役目ですから。ユミはユミにしかできないことをやってください。ありがとうございます、夜桜さん。本当にいつもいつも感謝しています。私、夜桜さんに感謝しすぎてしまったのでしょうか。どういう意味ですか。夜桜さんから五光が指しています。五光？わしの背中から光が出ているとでも？そんなわけはありませんよ。夜桜ち、マジで五光さしてるんだけど。夜桜ちの後ろがピッカピカに光ってる。大スクープ、ブログに投稿しなくちゃ。なんじゃと。ありがたや、ありがたや。足を拝むのはやめてください。みのり、わかったよ。夜桜ちゃんの後ろでなんか光ってるんだよ。この光は一体なんか。やばくない？この光超でっかくなってるし。気をつけて。皆さん、無事ですか？全員揃っていますか？
どうやらみんなに怪我はないようです。でもここは何やら暑いのですが、どう見たって真夏のビーチだよね。なんで私たちこんなところにいるの？ユミちゃん、あっちから変な人たちがいっぱい来るよ。皆さん気をつけて、殺気を感じます。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。打たせていただきます。はっ、しっ、そこです。やぶりなさい。はっ、いてつけ。はっ、しっ、打たせ、そこですか。しっ、はっ、はっ、はっ、しっ、はっ、はっ、しっ、打たせ、そこですか。はっ、しっ、はっ、これも私のせいです。
私の舞を披露しましょう。
なんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ気を感じました。あの時はこの者たちがいきなり私たちの目の前に現れましたけど、今度は私たちの方がこの場所へと引き入れられたように感じます。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし。見当もつきません。そしてこの場所は一体。ユミチー、夜桜チー、海だよ海、海、みんなで泳ぐっきゃないでしょ。はい、みのり、スイカ割りやりたい。我は砂浜に穴を掘って埋まりたい。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。